And welcome back to Let's Play Chronicles。 じゃあ次のタイミングとしては、あとね、フェイトを倒した後、フェイトを倒して星の塔をクリアする前まででございます。じゃあそんな感じでやっていきますか。ほい、では俺たちの未来へ、さあ輝け、わすい、うん、来たか。これは竜神か。やばいね、これ完全ガチじゃん。レインさん、我々強くの残り全てこの島で集結しろ。マブルス、たまるたちも各地から集まってきております。人間たちを滅ぼす目障り者と排除した。いかなる者も邪魔はできん。セルジとかどうなったんだろう。この足の虫を受けたり、若者が挟まる人間とも、この地でこの大地を染め上げてくれようぞ。やばいね。まあ、ちょっとあれだね、食べらんがあるのかね、この賢者は。放っとけよ、人間どもはこの地を食らいつくぞ。しかし、まあ、ファルガとのなんか一件もありそうだからね。うん、承知しました。やばいんじゃないかい。かまだ生きてはいるんだね、人間たちは。ただもう全滅間際ってところかも。アカシアルフィシャンたちはどうなったんだろう。まあこの人はまだ迷いかかってるっぽいね。本当にこれでよかったのだろうか。戦にも踊れ、その罪の重さ解くと噛みしめるという。後戻りやっていけるぞ。誰だ。アリニ村だね。全部アジンで埋め尽くされてるじゃん。何年ぶりってことはもう数年経ったのかな、時間が。でその間にもみんないなくなってしまったっていう。はあ、まあ根が深いよな、ここら辺の問題は。意識の問題っつうか、うん、こうなるなってるけど、なんかあれだよね、すごい複雑だよね、なんか気分的には。もともとここに誰がいたのかっていろいろ考えると、なんかさ、その人間たちが作った村に住んでると、お前たちは。パレパレとこかな。つくよみはこの時は分離してるんだね、竜人と。
政治の画家が。はあ、こういう終わり方もあるってことですね。まあ、かなり悲しいよね。なるほど。で、この音楽も切ないになんか。わかりました。じゃあ、残り一つのエンディングを見ようと思います。というわけで、じゃあ一旦ここまで。Thanks for watching and see you.